はい、それでは分類モデルを用いた日本語学習者の格助詞誤り訂正という表題で長岡技術科学大学の小川洋次郎が発表させていただきます。まずは背景について説明します。私の研究では、文法誤り訂正というものをしています。で、文法誤り訂正とは、文章中のあらゆる文法的な誤りを自動で訂正するようなタスクのことです。例えば、車が買うっていうふうな文があったら、車が何かを買うわけではないんで、車を買うっていうふうに直します。で、マイク内蔵、内蔵の漢字が、体の中の内蔵の字になっているんで、これを正しい内蔵の字に書いてあげる。で、あと最後メッセージを表示されますをメッセージに表示しますにして、助詞や同音異義語、受動態、能動態のような関係、こういう文法を自動で直してあげるということがこのタスクになります。で、誤りの種類は、ここに今挙げたんですけど、助詞や活字を、接続詞など、ここに挙げたようにさまざまな種類があって、やらなければいけない、考えなければいけないことが、たくさんあるっていうふうな、タスクです。こちらのグラフが、ナイスト・ゴーヨ・コーバスっていう、日本語学習者が書いた文に対して、誤りの箇所をタグ付けしたようなコーバスの中の、誤りの種類の、タグの内訳を表したグラフです。で、分かるように、助詞が一番高い割合を占めていて、日本語学習者にとって助詞の使い方が最も難しいということが言えると思います。はい。で、日本語の誤り訂正について、まず調査しようというふうに思って、公開されている日本語の、構成ツールっていうのを調査しました。で、ここに挙げた8つの公開されている構成ツールに対して、誤り文を入れて解析させることをしてみました。で、実際に入れたのはこのような種類の、誤り文を検証しました。で、こちら、結果なんですけど、バツで書いてあるのが、検出してくれなかったもので、丸が検出してくれたもので、三角が検出はしたけど誤りの理由が間違えていた結果です。で、全然検出してくれないっていうのが、分かって、誤り訂正があんまり世の中でやられてないっていうのと、使える形で公開されていないっていうのが分かったのが、この研究のモチベーションとなっています。はい。続いて自分の研究についての説明です。まず問題設定です。さっき挙げたように、訂正しなければいけない誤りの種類はたくさんあって、結構複雑になっているんですけど、まずは問題を簡単化して取り組もうと思いました。そこで次の3つの制限の上で研究を、訂正を行います。一つは格助詞のうちが O2 での4つの誤りに限定して訂正を行う。で、2つ目が文中に格助詞誤りが1箇所のみであるということ。で、3つ目が、誤っている箇所はすでに分かっているものとするというふうな、条件を設けて取り組みました。つまり、格助詞に対して GAO2 での4択の穴埋め問題を解くっていうふうに、すごくシンプルな問題を解くっていうことをします。で、例えば私は車ほにゃらら買ったっていう文に対して、ハテナで一つ穴が開いてるんですけど、これに対してが鬼での4つのどれが当てはまるかを予測するっていうふうな問題です。で、このような予測をするために、RNN モデルと CNN モデルの2つのモデルを構築して実験を行いました。と、 RNN モデルのこちらモデル図です。で、下に単語が並んでいるんですけど、真ん中が、正解の単語となる、
一つです。で、その周辺の単語がインプットワーズということで、モデルに入力する単語です。で、これをワードエンベディングスで表現してあげて、LSTM に通してあげて、出力で出てきたものを、アテンションをつけてあげて、最後マルチレイヤーパーセプトロンで、ガオに入れの、4つに対して確率を出力するという予測の部分になります。でもう一つ CNN モデルです。こちらはまあ図の通りなんですけど、入力単語列をまあベクトルの行列として表して、3層のレイヤーでカーネルウィンドウサイズが345を使って、まあ、コンキャットして MLP で GAO2 でを予測するっていう風なモデルになっています。はい、続いて実験と結果です。まず訓練データについてです。先ほど説明したモデルを訓練するために、BCWJ コーパスと、あと Lang8 っていうコーパスを使いました。Lang8 は、ウェブサービスなんですけど、学習者がウェブ上で、自分の書いた文を、送信して、でネイティブな人がそれを添削しているっていうふうな、コーパスになります。でその Lang8 の、訂正された文の方を使用しました。でデータサイズはこのぐらいです。で、この2つのコーパスのうち、一文に含まれる各助詞のうち1つを、マスクして訓練に使います。で例えば私は車を買ったっていう文があったら、O が各助詞なんで、これを、ここではマスクっていうラベルをつけて、穴を作ってあげます。で訓練では、私は車と買ったっていう単語からそのマスクされた単語 が、何が入るかを予測する、で正解になるように、訓練してあげるってことをしました。テストデータです。テストデータにはナイスと語彙コーパス、最初にも出たんですけど、学習者の作文と、アノテーションされたコーパスのうち、各助詞のが O2 でに関する語彙タグが含まれている文のを抽出してきて、最終的に548文をテストデータとして用いました。で、各誤りには語彙タグっていうのが作られてるんですけど、対象の各助詞ガオ2での誤用タグ以外の誤りタグは正しい単語に訂正しておいて訓練に使います。例えば、車が買ったっていうふうにガが間違えてるんですけど、それに対して誤用タグが作られていて、前処理のところで車、ターゲットラベル買ったっていうふうにして、答えがおっていうふうな、正解を準備しておきます。で、これがテストデータです。はい。で、ベースラインで用いた手法なんですが、言語モデルを用いた定反、訂正方法をベースラインとしました。これは先ほどと同じ BCWJ と Lang8 の2つのコーパスを組み合わせて、単語 4g の言語モデルを構築して使います。で、先ほどの穴が開いた部分にがとおとにとでをそれぞれ入れた時の文の言語モデル確率が最も高くなるような、拡張子を選択して、置換してあげるっていうのがベースラインです。で結果です。ベースラインの正解率が一番上にあって、それに対して CNN モデルと RNN モデル、LSTM って書いてあるんですけど、の2つの結果表示されています。でプラス演武って書いてあるのが、訓練するときに事前学習済み単語分散表現を使用したときの結果で、NWJC2 ベックを使用しました。
でプラスカナって書いてあるのが、データをあらかじめ全部ひらがなに変換して訓練と予測をさせた時の結果です。でなんでひらがなに全部変換したのかというと、学習者は結構その漢字をひらがなで書く傾向があって、そんなに難しくない漢字でも学習者はひらがなをよく使って、書いていたので、そうするとその訓練データにないような表現、ひらがなの表現が出てくると予測できないってことになるんで、ひらがなにノーマライズして訓練したっていうのがモデルです。で、提案手法だと、ベースラインに対してより高い正解率で予測できていることが分かります。で最終的にはこのアテンション LSTM でプラス演武とプラスかなが一番高いスコアになりました。はい、こちら出力例です。4つあるんですけど、上の2つは、言語モデルでは間違えてるけど提案モデルだと正解してるような文で、最小文だとこの中には硫黄や硫化化合物で正解ががありますっていう風になってて、言語モデルだと単語 4g なんで周辺の4単語ぐらいしか考慮できないんですが、提案モデルだと文全体を考慮できるので、最初の主語にあたる、この中にはっていうものを捉えて正しい予測ができているかなと思います。であと下の2つは、提案手法でも正解できなかった例なんですけど、3つ目の文だとそれで貧困を解決できます。でこれ正解がそれで貧困が解決できますなんですけど、おでもがでもどちらでも文法的には間違えてないっていう風な例で、その表記揺れといいますか、文によってはどちらも正解みたいな、例があったんですけど、正解は1つしか振られてないんで、ここでは間違えていることになっています。はい、で最後なんですけど、じゃあどんなコーパスを使ったら拡助し誤り訂正にすごく良い影響を与えるコーパスなのかっていうのを疑問に持ったので、調査しました。これは4つのコーパスを比較します。ナイスト合用コーパス、ラングエイト、BCWJ、 日本経済新聞コーパスの4つのコーパスに対して、漢字の割合と平均分長の2つの指標を調べた結果がこのグラフになります。で左の方2つが実際に学習者が書いたコーパスで、漢字の割合が、他の2つに比べて低いのと、平均分長が短い。でそれに対して、BCWJ や日経コーパスだとその2つが高くなっている。で特に日経新聞コーパスは、学習者コーパスに比べてどちらも離れた値になっていることが分かります。で次に、BCWJ と日経新聞コーパスでそれぞれで、モデルを学習させます。でその時サイズを300万文で統一して、分量は一緒でコーパスの中身が違うっていうふうな条件で実験を行いました。で結果がこの表で、3つのモデル出してるんですけど、どうも3つのモデルとも、日経新聞で学習させた結果より BCWJ で学習させた結果の方が、明らかに高い結果になりました。でこれは、先ほど表したように、学習者コーパスにより傾向が近しいコーパスで学習させた方がより性能が高くなるのではないかというふうに、思います。
まとめです。学助詞が鬼での4つの曖昧に限定した訂正モデルを構築しました。とベースラインである言語モデル手法に比べて文全体を考慮した訂正ができていることが分かりました。より良い訂正には学習者コーパス、あるいはそれに近いコーパスが有効であることが、分かりました。で最後にと今回使ったモデルで、学助詞誤りをチェックするようなウェブアプリを作ったのでこちらで公開しています。よろしかったら試してみてください。以上で発表を終わります。